流骨及び船底部分のプランキングをいくつか組み上げた状態。ロングシップに近い。デンマークにて。セーリングクルーザーのフィンキール。船体中央、下に突き出している部分。斜め横向きの力を全身力に変える。また数百キログラムの重りが入っており、復元力も生む。流骨は船舶の構造材の一つで、船底中央を縦に、 船首から船尾にかけて通すように配置される強度部材。本来は当船の船底の名称だが、英語のキールの訳に当てられている。また、飛行船など船舶以外の輸送機器においても、同様の効果を持つ底部構造材を流骨と呼称する場合もある。古典的な造船では、まず流骨を船の前後方向に準備し、流骨に対して直角に六材を組み、 それを針によって固定することから始まり、この基礎部分が船の強度の源となる。当船では、船の各部に十二種の動物をかたどった名称が当てられており、牛コビトジヘビ、ウマズラ、ヨ水蛇、ウ、サずら、クロ、猿袋、鳥ン、クげ、キアヤウイノシシ、龍骨もその一つである。太く長いことから、龍の背骨に例えて、龍骨と称された。和では、 へさきから、ともまで船底を通る縦通り材を、紛ぎり工とも呼んだ。キールは船底に突き出した部分で、小舟には欠かせない構造であり、バラストの役割や風圧で風下に流される、リーウェイを防ぐために水圧を発生させる役割を持っていた。しかし、気船では小舟に見られるこのような突起部は、無用な抵抗を生じる。一方で、 光線構造の船舶が現れる船底外反がすべて平板になってもキールと呼ばれており、本来のキールの意味からは外れるが平板流骨と呼ばれることがある。現代の FRP 船やタンカー等は外反のみの船底の構造の船舶もある。日本では江戸末期に西洋の造船技術が導入されたが、わけがつけにくく、当船の流骨が採用された。なお、キールは 船の主要部材で積数の単位にもなっている。ロングキール、スインキール、セールが風を受けて生じる力、およびキールが、自ら得る効力。船体を傾ける、向きのモーメントが発生する。A が、船体に働く浮力。G が、キールに働く重力。結果として船を水平に戻そうとする復元力が、生じる。ヨットにおける、キールは、 流骨と呼ばれるような船体の応力を受け持つ、部材ではなく、翼のような働きをする水面下の構造である。搬送の際に、自ら効力を得て、船の横滑りを減少させる役割がある。セーリングクルーザーでは、効力及び復元力を発生させる役割を担う。ヒール内に重りを入れており、復元力つまり、船体を水平に戻す力も生む。 キールを重くすると復元力が増す。前後に長いタイプをロングキールという。しばしば舵と一体化している。ロングキールの船は直進性に優れるが、舵を切っても方向転換しにくい性質を持つ。前後は短く上下に長いタイプをフィンキールという。舵とは独立している。舵を切った時の反応の良さ、旋回性能は優れるが、直進性では劣る。 また上下に長いため喫水も深くなる。競技用のヨットではこのフィンキールが採用されている。キールが2つあるタイプ、特に左右に2つ配置されたタイプをツインキールという。2つにしたことにより、1つあたりの上下の長さは短く済ませることができ、喫水が短くて済む。また、干潮時やビーチングという浜への乗り上げをした時でも、手が水平に保たれ、左右に倒れない。 特に世界的なヨットレースなど、高度なレベルで熾烈な戦いが行われている、レースにおいては、キールの形状も、勝敗の一大要因となる。最近の技術としては、カンティングキールと称するもので、キールを風上側に傾けることで、より強い風に対しても傾きを小さく抑えることが、できる。最近ではさらにキールで揚力を発生させて、浮力を発揮させるとともに、 風下側に水中翼を設置して、風下側でも浮力を発生することで、スターン以外は船全体を水上に浮かして、速力を上げる機構が、世界一周レース便利グローブなどでは、上位の船はほとんどがカントキールと水中翼を備えるに至っている。またアメリカスカップのような高速レースでは、総動線の風上側と風下側に、 L 字型の水中翼を備え、高速では船体を完全に浮上させて戦われるようになっている。一方、カンティングキールや水中翼は海上の異物に接触することで破壊され、安く、長距離レースではこれらの損傷によるリタイアする例も増えている。さらに2021年からのアメリカスカップでは AC75 と呼ばれる単動船に左右及び船尾に 合計3個の水中翼を設置し、高速では完全に船体を浮上させ、また左右の可動式キールで重量をバランスさせるような機構が採用され、2017年に用いられた総動船 AC45 回 AC45SACC よりさらに高速化され、最高速度は時速80キロを超えている。ここに至り、 キールが浮上中には安定性を保つ機能を完全に失うまでに至っている。各出場チームが様々な工夫を凝らした設計を行い、一般にその形状は極秘事項で図面閲覧や写真撮影もさらに肉眼で見ることも許可されず、浄化の時にはカバーシートで隠される。そのため、極秘裏にダイバーを雇い潜らせ競合チームのキールの形状の情報を得る。 などということが行われることもあったが、最近のアメリカスカップでは各チームが全く同じ、クラスの戦隊を使い戦うようになっている。ありがとうございます。